ショータイム。ショータイム。ごきげんよう。今日もいい天気ですね。はい。はい、昨日なんかちょっと行きづらいみたいな話をしたじゃないですか。はいはいはい。で、なんかまあいろいろ自転車をこぎながらですね、うんうんうん、考えていて、今朝のまあ昨日の帰りとか、あ、はいはいはい、で、うん、なんで、なぜ行きづらいんだろう、うんうん、多分自分を我慢してるんですよね、うん、ギューって何かをこんなはずじゃないとか、うん、こんなことがしたいのに、うん、とか、うん、で食べたいとかってあるじゃないですか、はいはいはい、美味しいものを食べたいって、うんうんうん、気持ちいいことしたいとか、うんうんうん、好きなことしたいとか、うん、これって欲望じゃないですか、うん、欲、はい、なんか欲に正直であれば、うん、生きづらくないんだろうなと思うんですよ。そうでもないとは思いますけどね煩悩で、で要は今日なんか思ったのは、うん、食べたい時に食べる、はい、寝たい時に寝る、うんうんうん、これ何も我慢してないですよね、うんうん、で、うん、やりたい時にやりたいことをやる、うんうん、これも我慢してないですよ、うん、でその欲望の先に、うん、なんかなりたいもの、うん、こうなりたいから、うん、こうするみたいなことじゃない、 B のために A をする、うんうんうん、これでなんかつながってると思ったんですね、はいはいはい、で食べたいとか、うん、寝たいとか、うん、そういうのはやるくせに、うん、やりたいことはやらないんだって思ったんですよ、うん、例えばでも矛盾が生じるんですよきっと。矛盾というのは例えば、はい、食べたいじゃないですか。食べたいです。痩せたいじゃないですか。痩せるためには、はい、このやりたい食べたいことを我慢しなきゃいけないみたいな。でもそこも、うん、僕あ、はい、肥満から、はい、22キロ痩せ、うん、標準体重になり、うん、今年6年目でございますと、うんはい、リバウンドもせずに、はい、探せば、うん、どこかで、うん、叶うところが来るんですよ。食べたい時に食べて、うん、食べたいものを食べる、うん、けど体重もキープできる、うん、っていうちょうどあこの辺のいいバランスだねっていうところは、うん、突き詰めれば、うん、そこは叶うところが来るんですよ。そこが来ない人が多いから痩せられない人が多いんじゃないですか。来ない人、もう食べたい人がいるわけじゃないですか。甘いものが食べたい。だったらもうそういったら痩せたいと思ってないんですよ。だからでも痩せたいはあるわけじゃないですか。あるんですかね。食べながら痩せたいが、あだと探せばいいじゃんなんです。でももっと食べたいわけですよ。腹いっぱい食べたい。あるんですよ。それはジュースが飲みたいんですよ。ジュースは飲んじゃダメだみたいな。ジュースは飲んじゃダメみたいなのがあるわけじゃないですか。で要は天秤じゃないですか。もうそこまで我慢するならもう痩せない、捨てちゃったってなるか、はい、でどっちかじゃないですか。ジュースを捨てるか。ああ捨てましたね僕。ジュースを捨てるか、はい、痩せたいを捨てるかってなると、はい、生きづらいって思う人がいるわけですよああなるほど、うん、だから生きづらい。ああでも1個のやりたいことはやってるじゃないですか。でも1個はやりたいことのために我慢するわけじゃないですか。いいバランスはあるよと思うんですね。でそれが、はい、みんなつかめれば多分、はい、いいんですよ。であとつかもうとしてますかと思うんですよ。なんか生きづらいって言う前に、うん、いや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 、うん、なんか探しませんと思うんですね、うん、ちょうどいいところあるよって。そこで多分苦しんでるんですよ。苦しい、苦しんでる感じじゃない。痩せたいけど食べたい、つい食べちゃった、太った罪悪感がっていうループじゃないですか。こうなりたい、うん、こうなりたい。でこう例えばジュースを我慢する、ジュースをやめた、はいはい、だけどもうどうしてもジュースが飲みたくなって飲みたくなってだと飲んでしまった。じゃあ週に1回だけ飲めばとか、うん、で1回飲んだら次の日も飲みたくてつい飲んでしまった、はい、ダメだ私ってなるわけじゃないですか。それなんか楽しんでません？でも1個の欲はやってるんですよ。でもう結局そういう中途半端は、はい、で叶わなかったりするじゃないですか。こっちの痩せたいも叶わなかったりするじゃないですか。ついちょうどダメなところでバランスを取ってるわけですね。ちょうどダメなところでバランスがでこう悩むわけじゃないですか。だから本当にそれを解消しようと思ったら、はい、もうあれですよ。本当に、はい、本当に太らないジュースとか科学みたいなのが、ね、ちょっとそっちに走りがちなんですよいつも。でもそれがない限りは多分みんな悩み続けるんですよ。でも、うん、悩みながらちょっとずつ進めばいいじゃないですかって思うんですね、うんうん、これ僕別に自分のことをポジティブだと何も思ってないんですけど、うんうん、で多分みんなそうなんですよ。
でそれがもう痩せたいを諦める場合もある。もうあじゃあそれ逆に幸せじゃないですか。やりたいことや、うん、食べたい時に食べてるんです、うん、ってなるわけじゃないですか。あだからだと、うん、あそっか、やりたいことがないっていう人は夢が叶ってるってことですね、うん、叶ってないんだもん、うん、ある意味ある意味叶ってるんですよね。これでいいのかって悩むわけじゃないですか。やるだけじゃないですか。でも夢は叶ってるんですよ。あやりたいなりたいことなんですか。あの今たん僕、うん、ごめんなさいね、あの S の人間なので、はいはい、短期目標になってしまうんですけど、うんうんうん、今はあの銀の盾ですね。銀の盾、はい、銀の盾が叶った時に、はい、って話じゃないですか。あだと次の金の盾、金の盾が叶った時に、あだともう友部秀人先生が言うんですが、はい、目標は、うん、自分のコンフォートゾーンの外に置ける、はいはい、コンフォートゾーンっていうのは快適なとこです、はいはい、で自分がこのぐらいならなれるだろうなっていうとこじゃなくて、うん、その外に置いた方がいいよって言ってるんです、ねうんうん、だと僕が思うのは、うんミソジニーの解決ですよ。ミソジニー問題の、それ自分の幸せなんですか。はいそこは自分の幸せなんですか。自分のなりたいこと、ま、それを周りが幸せになってると平和じゃない、うんうん、平和って平和じゃないですか。はい、なんて言うんだろう、わちゃわちゃしてるのが嫌なんですよ世の中が。そのミソジニーを解決するだけじゃないですよ多分。あじゃなだけじゃないかもしれないですけどそう、あ今 N が発動してますね。今 N が発動、かなり、かなり N が発動してますよ今多分ちょこっとですよっていう感じですよ、ミソジニー解決しても。でもその過程でいろんなのも解決しますね急にはね体調がねいいじゃないですか別にミソジニーの解決もかなり、はい、今僕大きな話をしたはずなんですよ、はいはいはい、そしたらもっと大きく見ろって言い始めたんですよこの人が。何なんですかなんで僕を今否定しました。今いや何の話してるんでしたっけそもそも。あ要は生きづらい、僕が思ったのは、うん、今日思ったのは、うん、あのなんで生きづらいって思う人がいたんだろう、うん、いるんだろう、うん、で確かに、うん、あの欲深いとか、うん、なんか欲って良くないものみたいな、はいはい、なんかあの、うん、お金のセミナーとかでもありますよね、うんうんうん、お金を汚いものだと思ってませんかって、うんうんうん、そんな人にはお金は寄ってきませんよみたいな、うんうんうん、っていうのと一緒で、うん、お金をなんて言うんだろう、お金持ちになろうっていう人は、はいはい、いやそんなこと言うからダメなんだよって、うんうん、お金を愛しましょうって、うん、お金は尊いものですみたいなこっちこっちいますよね、うん、こっちとこっちが、うん、で欲もなんかその樽を知るってね言ってねって、うんうんうん、今皆さんあの多すぎるんです、断捨離しましょうみたいなところからあるんですけど、なんかなんで欲っていうのもお金と一緒でなんか良くないものって言われてるけど、いやいやなんか欲ってエネルギーじゃないですか、うんうん、多分どっちでも悩む人がいるんですよ、はい、何を悩んでます今そのどっちでも悩む人、例えばこう欲、はい、欲、ああなりたいって言って持って悩む人もいるんですよ、はい、なれない、一生懸命頑張ってるのに全然到達しないって悩む人がいるわけじゃないですか。やってて悩んでる、やってて悩んでる、やってて悩んでるなら、うん、いい悩みですよ。でもそれで苦しむ人がいるわけじゃないですか。あそれはいい苦しみですよ。で、はい、それで悩んで鬱になってもうダメだってなる人もいるって話ですよ。でそんな人には、はい、こうそんなに頑張らなくてもいいんだよみたいな言葉が響いたりするわけじゃないですか。一休み一休みって、一休み、うん、はい、そんなに欲深いから悩むんだみたいな、はい、でこう悩みを捨てるみたいな人もいるし、でだからいろいろいるって話ですよ。なるほど、生きづらいには、あだからどっちもいるって話ですよ。そっち側もいる。そうか、僕が今ジャッジをしようとしていた、うん、J が出たんですけど、だからこの人しかいないんじゃなくて、まあ、どっちも多分いてっていう。なんかみんなやりたいことがないって言ってる人は、うん、あやりたいことがないで悩んでるんだと思ったんですね、うん、そうなんだ、じゃあやればいいじゃんって今日、うん、欲をやればいいんだよ、うん、これ解決じゃんって思ったんですね、ま、やったじゃんって俺生きづらさ解決したよってこれみんなこの動画見なよって思ったんですよ今日、ま、多分自転車をこぎながら、うん、そのやりたいことがない嘘だって、食べるのもやりたいことじゃないですか、うん、だからやりたいこと全部やっていけばいいんですよって思ったんですよ。多分、はい、やってるじゃないですか。やってます本当に。食べてる、ま、食べてますよ。で、はい、そんな人は俺このままでいいんだろうかって悩んでるんですよ多分。
なんか目指した方がいいんじゃないのか。あ、周りが言うからね、うん、やりたいことやれよって言うじゃないですか。僕は言いますよ、うん、何をやろうかっていうのは、うん、やらないをやるならいいんですよ。やらないをやらない、やらないって決めるんじゃないですか。悩んでる人はどうしようなんですよ、はい、とりあえずやりたいことはやってるわけじゃないですか。食べたいもの食べて最低限やってるでしょうね、うん、はい、なんかゲームがしたらゲームやってみたいな、はい、俺ってこのままでいいんだろうかですよ多分。やりたいことやってるならいいって誰かが言ってあげればいいんじゃないですか。いいんだよ君はそれで、やりたいことやってるんだもん。悩む必要なんてない。でも悩むわけじゃないですか。あ、それ悩みたいから悩んでるんですね。で、はい、それでいいならいいじゃんって言ってくれるって楽になる人もいるし、はい、お前は本当でそれで本当にいいのかっていう人もいるじゃないですか。いいんですよ。いいんですよじゃなくて、他人が言う人がいるじゃないですか。言う人はいる、うんうん、はい、もっとやりたいことやれよみたいな、もっと積極的に、はい、多分同じ人が言いますよそれって。なるほど、はい、もう一回朝はグッドアイデアだと思ったんですけど、ね、出たって。あ、だからノーベル賞だって。それに響く人もいると思うんですよって話ですよ。ごめんなさいね、はい、もう目がもう目がですね、はい、細かい文字が読めなくて。わかります。あ、頑張りたい人と楽しみたいの、うん、頑張りたいと楽しみたいのせめぎ合いは両方ともいいじゃないですか。最高じゃんって。あ、それで悩む人がいるって話ですよ。悩み、あ、だから悩みって悩みたいって悩んでるんですよね。悩みたいって言って悩んでるけど、はい、まあ、それは苦しいわけじゃないですか。あ、昨日の生きづらい、生きづらいと一緒じゃないですか。生きづらいって掴んでる。悩み、あ、じゃあ悩みイコール、うんうん、辛いじゃないよっていうことでいいんじゃないですか。頭使ってるんだよ、うん、君はって。で、それを認められればいいって話ですね、自分が。いい話です。なんか、はい、よく聞く言葉が実は本当だったんですね、うん、よくなんか神田正則さんが言うんですよ、はいはいはい、うん、マーフィーの法則って本当だねって、うん、神田さんは言うんですよ、はいはい、はいはいはい、でなんかその、うん、よく言うじゃないですか、うん、うさんくさい動画で、はい、今の君のままでいいんだよってうん、うん、嘘つけってずっと思ってたんですけど、うんうん、でも嘘つけって悩むわけですよね多分。今聞くとそうですねって思いますね、うん、やりたいことやってるじゃんって。うん、ごめんなさい、今ちょっと今日ねちょっとそう状態かもしれません。はい、はい、こうじゃない時もある。アデュナスさんごきげんよう。やりたいことをやると自堕落だと言われる未来しか見えない。やりたいことをやると自堕落だって、うん、やりたいことは何ですかですよね。だって例えば生殖活動ってあるじゃないですか、うん、生殖活動、はい、いや、まあ、俗に言う、はいはい、三大欲の大きな一つ、はい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 、これも、うん、未来のためですよね。未来のため子孫を残すっていう、はい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 、別に全然欲を肯定なんか犯罪じゃなければねとは思うんですよ。ほうほう。でそのために、あ、努力っていう言葉を言いそうになった。ごめん、これがダメなんでしょうね多分。ほう。その、はい、要は叶えたいわけじゃないですか、うん、叶えたいって叶えられないって苦しむ人もいるわけじゃないですか。そう、あなたは相手に寄り添ってますか。あ、そうです。まあ、やり方の問題、相手がいる問題ですよって。そう、仕事も全部、うん、で、はい、それがうまくいかないって悩む人、うまくいくわけないですよ。そんな人はいるんです。でもうまくいく場合もあるんですよ。それが、それはありますよ、はい、秋元康は言いますよ、3000曲かけて。うん。でその3000曲が苦しいって言い出すんですよ。それは言っちゃいけねえよ、うん、それはダメですよってなる。そこが苦しかったりするわけじゃないですか。でネルソンは言うんですよ、確かにやりたくてもできない、頑張れない辛さってありますよね、うんうんうん、じゃそういう時は頑張らないよ、頑張ってるんですよ。やらないって決めてるんですよ。やらないって、あなたの判断は正解なんですよ。頑張ってたら死んでたかもしれないもん。そこはまあ分かんないですけど、ね、分かんないですけど、その、まあ、要は後悔みたいなのもあるじゃないですか。あ、やってないっていう、やってないっていう、もうちょっとこうしとけばよかったとか、まあ、人間はそういらんことをいっぱい考えて悩むんですよ。悩みたいからね。そう、はい。